それでは準決勝セミファイナルゲーム1の1人目、ダックの登場。まあ個人的な意見を述べさせてもらうと、こいつはちょいちょい小ネタを挟んできよるんですよ。わかります？フリースタイルやってただけでちょっと笑いを出してみようかな。熊本の人間なのにそんな欲しがるみたいな、関西の人間よりみたいな。それに対するはアツフロム東京でございます。さあ行きましょう、熊本 VS 東京、どっちが決勝戦へ行くのか。それではダックの先行からセミファイナルゲーム1、レッツゴー。聞かせてください。まず1人目、ダックが良かったと思う人。アライ。それでは2人目、アツが良かったと思う人。 OKOK、 オーディエンスの票はダックに1票入っております。それではジャッジメントのお二人、ジャッジをしていただきましょう。3、2、1、ジャッジ。